Bonjour, c'est Peggy. 皆様こんにちは、ペギーです。本日の動画ではフランス語の ici と là、この2つの言葉の使い方とか違いについて話していこうかなと思います。この ici と là という言葉は2つとも場所を表す言葉で、フランス語では日常的に使われる言葉です。まあ、こことかそこという意味で、まあ、よくご存知の方もいるかと思います。まず簡単に図で表してみましょう。ici と là、あとは là-bas という3つの言葉に分けて見せていきます。こう道があってペギーが立っているとします。ペギーが立っている場所、つまりここというのは ici と言います。で、ちょっとこう離れた場所のこう指で指せる場所、そこというのを là と言います。そして最も遠くにあるあそこ、あの遠くのところというのがラバと言います。まあこんな感じでざっくり分けてしまうと、ici と là とラバ、この3段階で場所を表すことができます。では具体的に例文とかを用いて見ていくとしましょう。まずは ici。ici というのはフランス語ではこことかこちらという意味になります。で、là と言い換えることもできます。例えば、c'est ici que Peggy habite. c'est ici que Peggy habite というのは、ペギーが住んでいるのはここです。ici です。という意味になります。で、これは日常会話とか口頭会話では、là とも言えます。c'est là que Peggy habite. こう指さして、ここだよ。c'est là que Peggy habite. ということもできます。je ne suis pas d'ici. je ne suis pas d'ici というのは、je suis は私がいる。dici、ここではない。つまり、私はここの出身ではないという意味になります。je ne suis pas dici。まあ、よそ者ですという意味になりますね。で、この場合は、je ne suis pas de là ということもできますけど、je ne suis pas de là のこの là というのは結構こう、指さして使うような感じなので、ここではない。こう指さして、地図を指さして、je ne suis pas de là というのは言えますけど、ここ、今いる場所の出身ではありませんというときには、je ne suis pas d'ici と言った方が、まあ、ペギーとしてはスムーズに聞こえます。あとは、viens ici, s'il te plaît。こっちに来てくれ。こっちに来てください。viens ici, s'il te plaît。まあ、これは命令とかでも言いますね。viens ici。viens là。viens là というのも、まあ、こう自分の地面を指さして、ここ、こう足元に来い。viens là, viens ici。これも、ここに来なさい、こっちに来なさいという意味です。あとは、まあ、例えば電話とかでも、ici Peggy って言います。これも、ここ、こちらという意味になります。まあ、多分日本語の訳としては、電話の場合にはこちらと訳した方が正しいですけど、まあ、総合的に、ここ、こちら、自分と近い場所は ici と表します。続いて、らという言葉。らというのも、先ほど見たように日常会話とか口頭会話では ici と同じようにここという意味を使えますが、他にもそことかそちらという意味で使われます。例えば、est-ce que tu peux m'apporter mon manteau qui est accroché là, s'il te plaît? これはそこにかかっているコートを取ってくれるという意味になります。Est-ce que tu peux m'apporter mon manteau qui est accroché ici, s'il te plaît? というのはちょっとおかしいですね。なぜなら、ici というのは自分が立っている場所のことなので、自分が立っている場所にかかっているコートを持ってきてくれというのは、まあ、ちょっとおかしいですね。là というのは、まあ、ちょっと離れたところ。例えば、すぐそこにある壁のところに立てかかっているコートとか、まあ、あそこの椅子にかかっているコートを持ってきてくれ。Est-ce que tu peux m'apporter mon manteau? コートを取ってきてくれ。qui est accroché là, s'il te plaît. こういう時に là を使います。他にも例えば、Peggy est allé au Japon. Et c'est là qu'il a rencontré Peggy. Peggy est allé au Japon. Peggy は日本に行きました。Et c'est là qu'il a rencontré Peggy. そしてそこで Peggy と出会いました。これも、まあ、話の流れによっては、え、c'est ici qu'il a rencontré Peggy. そして、ここで彼はペギコと出会いましたということも可能ですけど、これは、Peggy est allé au Japon ではなく、
ペギー est venu au Japon と言った方が正しいです。ペギーは日本に来ました。そしてここでペギー語と出会いました。ここ、もう自分が立っている場所は ici。そして、どこか別な場所に行くときには là を使うと覚えるのが無難だと思います。Ah, mais elles sont là, mes lunettes. Ah, mais elles sont là, mes lunettes. これは、口頭会話とか日常会話で使うので、まあ、場合によっては、そこ。場合によってはここ。どっちの意味でも取れます。ああ、僕のメガネはここにあったか。ああ、僕のメガネはそこにあるじゃないか。ああ、メルソンラーメルネット。このラーというのは、まあ日常会話、口頭会話では、意思という意味を持っていたり、あとはそこという意味を持っていたりするので、まあ場合によって、その人がどこをこう指さしているかによって、自分と近い距離なのか。それともちょっと離れた場所なのか変わってきたりします。ここがちょっと難しいところですね。で、他にもちょっと面白い言い回しがあるので、ちょっとだけ紹介させてください。例えば、préfères-tu ce stylo-ci ou ce stylo-là? ここでは、si、ici の si と là を使っています。préfères-tu ce stylo-ci ou ce stylo-là? これは何も、この手に持っているのがスティロシーで、あっちにあるのがスティロラ。こういう意味で使われることも別にできますけど、他にも左手にあるのがスティロシーで、右手にあるのがスティロラ。こっちがいいか、それともこっちがいいかという意味で、préfères-tu ce stylo ci ou ce stylo là? このペンとそのペン、どっちが好き?このペンとこのペンでもいいですね。どっちが好き?こういう感じで使うことができます。もう一つ面白いのが、まあ、意思とラを完全に合体させた言い回しです。Je tâcherai d'apprendre le français d'ici là。d'ici là というのは、意思、ラ、この二つを合体させて、d'ici là と言ってます。Je tâcherai d'apprendre le français。フランス語を勉強する努力をしますとか、フランス語を勉強するよう努めますという意味ですね。Je tâcherai。Je tâcherai d'apprendre le français。d'ici là というのは、その時までにフランス語を勉強しておくよという意味になります。で、何がどうその時までになのか。それは、ici というのは、まあ自分が立っている場所。ただ、今回はこの場所というのは、時系列の場所なので、ici、今立っているこの時間から、そこに見えている時間まで。つまり、今からその時まで。まあ簡単に略すと、その時までに、フランス語を勉強しておくよ。こういう意味で使います。Je tâcherai d'apprendre le français d'ici là。そして最後に、ラバという表現についても見ていきます。ここ、こちら、そこ、そちらを見てきたので、ラバというのは、日本語に当てはまると、あそことかあちら。こういう意味に一番近くなるかなと思います。もちろん、ラの場合にも、あそことかあちらとして使うこともできますけど、あくまで今回分けるためにラの場合にはそこ、こうすぐ近くのそこで、ラバはあそこ、もうちょっと遠くのことを示します。例えば、ペギコ vient du Japon。 ラバ on mange beaucoup de poisson。 ペギコ vient du Japon。 ラバというのは日本のことを指します。ペギコは日本から来ました。そして日本は遠いので、例えばフランスから見ると日本は遠いので、ラバ、あそこでは、on mange beaucoup de poisson。あそこでは魚をたくさん食べます。ペギコ vient du Japon。ラバ、on mange beaucoup de poisson。これは別に、ラだけでもいいですね。ペギコ vient du Japon。ラ、on mange beaucoup de poisson。と言ってもいいんですけど、ちょっとだけ違和感を感じます。このジャポンというのは明らかに遠いので、ラというよりは、ラバといった方がなんかちょっと落ち着きます。La sortie est par là-bas。出口はあちらです。La sortie est par ici といったら、私が立っているところの、例えばすぐ隣にドアがあります。La sortie est par ici、par ici s'il vous plaît。こっちに来てください。出口はこちらです。La sortie est par là。パハラというのは、例えば廊下を渡ったすぐそこ。出口はそちらです。まあ、あちらですと言ってもいいですね。で、ラソーティエラバ。ラソーティエパハラバとか言うと、
もう完全に、例えば映画館の場合は廊下のすぐそこではなく、もう反対側、あの2階のあの奥のあの扉を開けたところに出口があります。La sortie par là-bas、あちらです。あの遠くの場所ですという時にラバを使います。あとは、va là-bas。va là-bas というのは、あっちへ行けよという意味になります。で、ラバはまあ遠くにという意味なので、まあ、本当に遠くに、ほら、あっち行ってって意味になりますね。va ici とは言いません。va はどこかへ向かって歩くなので、こっちに来いという場合は、viens ici。あっちに行けという場合は、va là-bas。そして、va là というのは、まあ地図で指さして、ここに行けよ、そこに行けよというのは言えますけど、もう明らかにあっちへ行けよのあっちというのは、va là ではなく、va là-bas と言います。で、ちなみに、最後に、ちょっとだけ、違う、らとか、しの使い方もちょっと、話します。もう、らとか、しというのは、まあ、場所を表しますけど、他にも、この時系列の場所、時系列のこの時間を表すこともあります。で、それによって、この文章とか、あとはこの瞬間を強調するときに使う言葉でもあります。どういうことかというと、例えば、J'ai beaucoup souffert en ces moments-là. J'ai beaucoup souffert en ces moments-là. その時に私はとても苦しみました。この場合には、en ce moment という表現があります。en ce moment というのは、今、この ce moment。今現在。en ce moment, je souffre beaucoup. 現在です。J'ai beaucoup souffert en ces moments-là. これは過去の話で、en ce moment だけでもいいんですけど、en ce moment là と là を付け足すことによって、その時は、のこのその時、日本語に訳すと、ちょっとこのニュアンスとか意味が伝わりにくいんですけど、このその時のそのというのをちょっと強調した言い方です。J'ai beaucoup souffert en ce moment. その時に私はとても苦しみました。J'ai beaucoup souffert en ce moment là. その時に私はとても苦しみました。そういう感じですね。その時、もう本当にこの時には私は苦しかったという時に、らを付け足したりします。まあ個人的な印象です。他にも、しというのも、さっきの、すしろし、すしろらみたいな感じで使うことができます。せとんし、je m'entraîne beaucoup chez moi。せとんし。最近は家でたくさん練習をしています。せとんし、je m'entraîne beaucoup chez moi。これはまあ、せとん、je m'entraîne beaucoup chez moi ということも可能ですけど、表現としては、せとんし、せとんらというのがもう結構、こう成立しちゃっているので、せとん、je m'entraîne beaucoup chez moi とはあまり言いませんね。せとんし、この頃、最近とか、この頃という意味ですね。このというのをちょっと強調して、せとんし、je m'entraîne beaucoup chez moi。せとんら、je m'entraîne beaucoup chez moi。こんな感じで使うことができます。それでは、まとめてみましょう。ici、là、là-bas。この3段階で場所を表します。あとは時系列でも、この時系列の場所といって、今とちょっと先の未来とさらに先の未来。こういう時にも、まあ、ici とか là とか là-bas を使います。まあ、ラバーは、どっちかというと、本当に場所に対して使うので、この時系列の、この遠くの未来の時に、ラバーというのは、あんまり聞いたことがありませんけど、イシラ、例えば、ディシラというと、ここから、その時までというので使えます。でも、基本的にはやっぱり、この場所の言葉として、イシラ、ラバーは使われますね。イシというのは、こことかこちら。ラというのはそことかそちら。そしてラバというのはさらに遠くであそことかあちらという意味で使われます。それでは、merci d'avoir regardé cette vidéo. Bon courage et à bientôt. 次の動画でお会いしましょう。